詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週が始まったわけなんですけれども、僕はもう絶賛に睡眠不足中ですね。この土日も削りに削って、今はですね、AI の、ツールをですね、いろいろ使ってみようとチャレンジしている時期になっていて、本当にちょっと削りすぎてそろそろやばいかなとは思っています。なんとか気合で今乗り切っているんですけれども、そうですね、例えばこの YouTube の動画ですね、これをもっと文章としてですね、大事なところをサラサラと読めるようにしたいなと思っていて、今ノートというプラットフォームにこの YouTube チャンネル全部400本ぐらいあるんですけど、それをですね、もっともっと読みやすく、書いていくやつをですね、今やってみたりしています。 AI を使って、だから一記事5分ぐらいでもう変換して、書き換えてという作業を全部完了するみたいなのやっていたりとかですね、あとはさらに1分ぐらいで学べるようなショート動画を作ってみようとかですね、いろいろやっているところです。本当にちょっとブレーキをかけないとやべえなと思っているんですが、今後また新しい展開をですね、楽しみにしていただければと思っております。では、今日、早速本題に行くんですけれども、今日はですね、かっこいい詩吟を意識しよう。詩吟にかっこよさを意識しようとか、そういうテーマでお話ししたいと思います。先に言っておくとですね、これは、全部が全部という話ではないのと、そう、万人が全部やるべきとも思わないんですけれども、ただこれは話しておきたいなと、いうところで話しています。詩吟、はですね、個人的には、まず個人的な性格としてはですね、やっぱりやるからにはかっこよく吟じたいんですよ。洋服を買うからにはかっこいいものが、おしゃれなものを買いたいというのと同じような感覚ですね。自分も小さい頃から詩吟やってきたわけなんで、そう、真剣にやってるものが仲のいい友達とかですね、ちょっと知り合い的な友達から、に見られた時に、うわ、ダッセーっていう風に思われるのはやっぱ嫌だったんですよ。だから、小学校、中学校、高校と詩吟やってきたわけなんですけれども、なんかこれ本当にかっこいいのかなとかですね、こんな風にやったらもっとかっこよくなるんじゃないかなとかですね、そういうことは常に考えていました。スタート地点はそういうところなんですよね。ただ、多分年を重ねてから詩吟始めた方はですね、多分そういうところを意識しないと思うんですよ。そして、このかっこよさを意識し続けた詩吟が必ずしも、本当に素晴らしい吟になるかというと、そうではないことも僕は理解しています。今日は話がややこしいですね。行ったり来たりして。そう、気持ち的にはあるんですよ。ただ、本質的にそれが正しいのかというと、そうとも言い切れない。ただですね、なんというかな。それでもなお、いい詩吟を、より素晴らしい詩吟を吟じようという気持ちが、10あったとしたらですね、その中にかっこよさを求めようという気持ちが1ぐらいはあっていいと僕は思っているんですね。これを全くないままにするとどうなるかというとですね、詩吟の先生から吟を教わります。ただその先生の教え方がですね、あまりになんというか、すごく丁寧すぎてですね、いい吟に到達するまでがすごい遠かったりするんですよ。その時に自分なりの美意識というもの、つまりこのかっこよさっていうのは、自分の吟を客観的に聞いてとか、知り合いが聞いてとか、この吟を知らない人が聞いた時においても、この詩吟はいいのかなという客観的な視点を持つことだと思うんですよね。それを意識していると、教わったことを完全に 100% 鵜呑みにやっていくというよりはですね、自分なりの美意識にも沿った、かつ本質的にも多分そっちの方がいいと思うんですけど、そのバランスの取れたかっこよさを持つ銀というものはですね、より早く近づけるんじゃないかなと思っています。いや、今日は話せば話すほどなんかよくわからない感じですね。例えば、詩吟の先生からとか、僕とかもですね、アクセントはこういう風にやりましょうとか、間合いをもう均等にまずはやってみましょうとかって言ったら、弁声、
祝祝と、で、こういうふうに、まあ、言われた通りにやるわけですよ。で、ただですね、それをそこから、あ、じゃあ、それ結構うまくできるようになってきたから、じゃあ、今度は緩急をつけてみましょうとかっていう話になるんですね。でも、緩急ってなんだろうってわからないから、じゃあ、先生が教えてくれるわけです。じゃあ、ここをなんか、0.5 拍ぐらいにして、ここを1拍ぐらいにするような、あ、そういうつけ方をしていきましょうとか。で、アクセントのつけ方も、まあ、この音で、丁寧に一音一音やりましょうとかっていうのを、丁寧に教えてくれるわけです。ただですね、そうなると、すべてがすべて、その教わった通りにやるという、まあ、受け身の姿勢になるんですね。これの本質的な意味は何だろうか。あ、これをもっと自然な形でやろうとしたらどうなるんだろうかというのが、このかっこよさを意識する感情から、気持ちからですね、その答えが見えてくるんじゃないかなと思います。そういうふうに考えていくとですね、であれば今のアクセントとか間合いとかを考えると、転生、シュクシュクと、この先生が言っていないような言語外のこともですね、自分なりにちょっとずつ補完できるんじゃないかと思っているわけです。ただこれ多用すると、まあ問題でですね、自分の美意識がこれなんだ、だからこう吟じるのがいいんだっていうふうにやると、大体痛い目を見ます。そうなるとですね、その大抵骨組みがまずしっかりできていない時に、この感情は先走るとですね、まあガタガタな吟になって、しまうんですよね。だから骨組みをそれなりに形作って、作れてきてからですね、形作れてきてから、そんな日本語ないですけど、作れてきてから、その自分なりのいい銀、自分が感じる素晴らしい銀、それか人の銀を聞いてかっこいいとか素晴らしいと感動したような銀というのはどういうものだったのかなというのをですね、思い返しながら、あ、それを少しずつ近づけていこうと努力する。実際に吟じた時にちょっとでもそう思えるようなものにするということ、それがまあ上達するちょっとした近道になるんじゃないかなと思っています。で、さらに言うとですね、この自分なりにかっこいいと思える銀をやるというのは詩吟業界においてもですね、大切だと思うんですよ。やはり始めるものはかっこいいものかダサいものか、これは何もやっていない人はすごく気にするわけですね。だから少なくとも自分がかっこいいとも思っていないものをですね、人が聞いてそれをかっこいいと思ってくれるかはなかなか難しいんですよ。僕はやっぱり意識しています。人前で表現するからにはその人がわ、これいいなとか素晴らしいなとかかっこいいなとか、そういうふうに思ってもらうこの属性的なこの感情もですね、ちゃんと想像しながら、まあ、結構吟じていたりします。まあ、目立ちたがり屋とかいうのも、かっこつけとかもあるかもしれないんですけれども、なんというかな、この、10のうちの1割とか、まあ、骨組みがある程度できてから意識するべきこととして、このかっこよさ、あ、それを意識してもらえると、より正解にも近づきやすくなるし、かつ、その周りの人もですね、詩吟に魅力を感じてもらいやすくなるんじゃないかと、僕は、信じています。これもう僕の考えなんですけれども、まあこれもなかなか話す機会がないかなと思ったのでお話しさせていただきました。結構賛否両論あるかもしれないんですけど、そういやそんなのはダメだとか、そんなことをそんななんか、やましいことを考えていちゃあかんとか思うかもしれないし、僕も年を取ったら変わってくるかもしれないんですけれども、まあとはいえこの26年間ですね、やっぱ結構意識し続けてきたところがあるので、そう吟じる方ちょっとこのかっこよさというものをですね、ほんの一つまみ意識してみるといい感じで銀が変わってくるかなと僕は思っております。よし、では、後半ですね、一つ銀じて終わりたいと思います。今日銀じるのはですね、杉浦十五作、自称です。ではまず詩文から。学に登りて天下を昇とし、自ら誇る息の豪なるよ。それ三条の山をいかんせん、これを仰げば一層高し。ではどういった内容かですね。高い山に登ると一望のもとに見渡せる下界に天下など誠に小さいものだと、自ら息の盛んなことを誇るものである。しかしさらに上を見れば一層高い山が立ち塞がるようにそびえている。一体これをどうしたらよいのであろうか。仰げば仰ぐほどひときわ高くそびえているのである。世の中にこれで良いということはない。満足してしまってはそれで終わりなのである、ということで、もう僕多分この山に関する関心がですね、なんか定期的に吟じたくなるんですよ。まあ自分が迷子になりそうになった時とか、この自然の何とも言えない、でも心理的な感じを、そう思っちゃうんですよね。少しリラックスするけれども気持ちが湧き上がってくる感じが、好きです。ではこちら吟じて終わりたいと思います。
自称杉浦淳を極に登りて、天下を昇とし、自ら誇る息の号なるを。でしたでしょうか。あれですね、本当にかっこよさっていうのは劇薬ですね。意識しすぎると多分あんまり銀が良くならない。その意識しつつも、銀ではやらないぞぐらいのこのアクセルとブレーキのこのバランスですね。本当に多分一つまみあるかどうかが結構大事な感じがします。今はですね、すごく意識したから、なんか浅いかっこよさになってしまったなって、ちょっと自分ながら吟じながら思いました。ただやっぱり、かっこよさが、を忘れたくはないなとはもう思うんですね。本当にこれはちょっと一つの、境地みたいな話なんですけれども、少しでも伝わったならば幸いです。では今週も頑張っていきましょう。明日は限定公開アドバイス多分できるはずなので、通常配信は水曜日の予定ですね。引き続き、コメントとかですね、何かしらでもいいので、書いてくれる、一言書いてくれたらとっても励みになります。では、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。